ネタが転がってると思う。パルは俺なんかいても別に何もないじゃん、こうやってね、ボケとして。だから、俺はね、ちゃんと配慮してて、パルに求められたことしかしないようにしてる。自分があまり求めないようにしてる。近々名古屋帰るよ。まあ企画力ないけど、トーク力に関してはずっと6時間ぐらいさっき喋ってたんだから。あれ、ああ財布があった。特に補おうとは思ってないけど。だから、ね、石川紀之目指せっつったらトーク力問われるけど、例えば野田総理なんてそんなずっと喋ってるかっつったらボケって口開いてる時だってあるんだし、喋ればいいってもんじゃない、だからさ、例えば今からキャスバー顔出すけどさ、仮想主ほどよく喋るでしょ。あれはあれで問題あるんだ、出しゃばってくるでしょ。で、逆にパルとかおとなしいでしょ。喋ればいいってもんじゃないと思う。そのなんていうか空気感とか、そのコメントの空気とかも読みながら配信した方がいいと思う。漠然とね、トーク力って言ってるやつは配信を知らないと思うな、俺は。ね、で今話したちょっと来て、この仮想主ね、空気を読めない、ジェットジェットズボーボーで、こういうのを言いたいんだ、俺は。こういうことだよ。何が、ね、そういうことこういうことなんだよ。すげえな、たまたま見てないかいしたまたまそこいたんだよ、今そこで待ち合わせしてるから。ジェットジェットズボボ反射です。出た、誰、ジェットジェットズボボ、ミカイらしい。別れたの、ふるちゃん、いい子だったんじゃないの。いい子だな、可愛かったね。何歳か、24歳。うわ、さっき今反射22が走ってたでしょ。そう、追っかけてきたな。追っかけてきたら0話に会いました。この人して前八丁の枠に突然出てきた、去年ね、去年のハロウィン、ずいぶん前ですね。自分が反射ですっていうやつ何なの。反射じゃないから、そんなつぶらな瞳の反射がいますか。男前。大丈夫な心は。なんだかんだね、仮想の時から知り合いなんだよ。ゼロワンが閲覧20ぐらいの時から。ジラック閉じようかな。5人しかいない。みんな言ってあげなよ。5人しかいないから閉じようかな。フォロワーを、フォロワーを増やさない。あとリスナーさんと喧嘩するのをちょっとやめたら、僕もしちゃうけど。スラン GOVS1200 量より質って言ってたよね。次紙増えた、そう、ここやね、変えたらよろしい。ジェット売名やろ、5万円投げるって言ってた。投げたからパルパル、嘘はつかねえ。まあ投げてないな。思い出した。
1人減って 4人になっちゃったんだ。やばい、電池がね。来たよ、ジェットさん仕事してるんですか。仕事してますよね。してますよ。アルファール、ジェットジェット、すごく結構遊び人な感じしますけど。いやいやいや、ゼロワンほど遊んでないっすよ。いやゼロワンはつい水蒸気症状。いやそんなことないっすよ。これからもうあれ、みんなこうなる青壁前。これからも遊び放題じゃないですか。はい、皆さんもういいですか。言えたら、あの遊びが本気になるのは怖いですね。だから大してモテない男が配信で調子に乗って、それはもう身長も高いし、モテると思う。いや、顔が優しい。調子に乗ってダメなんですよ、調子に乗ったら。あとは今までやっぱ女の子を傷つけてたのがこうやって帰ってくるんですね、やっぱ。ブーちゃんめっちゃ可愛くない。ブーちゃん欲しい。ジェットにください、ブーちゃん。ボボボ、ブーちゃん可愛いな。絶対性格いいでしょ。癒し系、前目じゃん。いつもたまたまだからね。毎週見てないから。スカパル遅いな。絶対どっかで配信見てるだろう、パル。いいんだろうな。しますか。さっきの3000人はちょっと多すぎたけど、貢献しましたよ。メガホン俺一人だけ投げたもん。見せてこんない6000、総閲覧6000人でノーアイテムで、ジェットがメガホン1個投げた。しばしの古いです。放送終わろうかな。ダメだな、もう立ち直れるかな。ジュンさん彼女いないの。嫁います。あ、結婚してるんですか。お子さんはいらっしゃいますか。子供いない。子供いないんですか。え、結婚生活何年ぐらい。それであんま言いたくない。あ、言いたくない。言いたくない。フィリピン人ですか。フィリピン人、日本人ですか。時間が解決するよ。いいコメントですね。ポロリさん、ナイス。来た来た来た。カビラ君、カビラ君。ポロリで来た。マネージャーなんすか。マネージャー。マネージャーなんすか。あ、分かる分かる分かる。ダメダメダメ。時間ない。キャバクラ。ゴリゴリよ。何ですか。キャスバイク。キャスバイク。あ、アイコいますよ。あ、日本チャンスボーボー。日本さんどうも。ジェットジェット。配信みたいな。たまたまだから、ここはさすがに見てなかった。